今日の金庫賞の仮想場券外れました。まだ波動が上げ足りなかったみたいです。でも、レース自体は大好きな馬さんたちが走っていたので楽しんで見ることができました。いやー、なかなか G2、G3 難しいですね。いよいよもうすぐ3月28日は G1 高松の宮記念です。今年の私の実際の 馬券初戦です。今から3月28日に向けて波動爆上げしていくので是非実際の馬券も応援してくださいねそして私の波動爆上げしてるかなって思いながら聞いてくださいね今日はこれで終わりますね次は明日の朝7時30分に来ますね